ゆりかもめというわけで、おはようございます。そのおかげです。いやいや、めっちゃ寒いっすわ。なんかもうニュースなんかではね、先週末日本海側でめっちゃ雪が降った、あの辺りが寒さのピークじゃないかっていう風に言ってたのに、あの週が明けても、いや全然寒いんですけど、もうやってらんないっすわ。今日はねちょっと風強いんですけど、今日はあのいつも YouTube のね撮影使っている部屋に行って、あの年末年始用の動画も撮るんですけれども、あといろいろとねちょっと掃除もねしたいなと思って、ちょっと YouTube 部屋行ってきます。ただねやっぱあの部屋ね暖房がついてないから、あんまりね長居したくないんですよね。でね、今日の動画はね、もう今日明日と、まあ、年末モードっていうこともあって、まあ、2021年を振り返るような動画っていうのを作ってみようと思っていて、今日はね2021年僕が見たり読んだりしたエンタメ系の作品で面白かったものっていうのをいくつか紹介してみようと思います。まあ、普段ね僕のチャンネルっていうのはガジェット系を紹介してるんで、そっちの方をね動画の中でご紹介する機会っていうのはほとんどないんですけれども、まあ、でもね結構ね小説、わーすげー、なんかめっちゃでかい鳥がそこ止まってる、彫刻かと思ったら鳥だった、わかるかな、これ詐欺なのかな、詐欺。これだけ寄っても、これだけ寄っても平気。あ、飛んじゃった。というわけで今日はね、2021年の映画、小説、漫画っていう感じなんですよね。やっぱりね、例年に比べて映画っていうのを見る機会っていうのは少なくなったし、本もね、まあ、やっぱり YouTube の方に時間取られるっていうこともあって、なかなか読めなかったんですけれども、まあ、そんな中でも、あの印象的だったやつをねいくつか紹介してみようと思います。ゆりかもめ、はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日はねオープニングでもお知らせした通り、まあ、2021年も終わりということで、今年ね1年僕が見たり読んだりしたあの、まあ、エンタメ系のものの中で面白かったものっていうのを、まあ、紹介してみようと思います。で、あの本来ねこういったものって、まあ、ベスト10みたいな感じでねランキング形式に紹介するっていうのが、まあ、あの一般的だと思うんですけれども、あのどうしてもね今回はそう映画ベスト10とか小説ベスト10とかっていうわけじゃなくて、まあ、そういうのをごったにでやるっていうこともあって、当初はねベスト10でやろうかなと思ったんですけれども、10個を選ぶことができてもそれにこうランキングをつけるっていうのがねなかなかこうできなかったっていうこともあって、どれもこれも個人的に全部おすすめっていう意味で映画4作で小説2本で、漫画も 1,2 本、うん、紹介してみようと思います。で基本的にね、映画と小説に関しては2021年に発表された、まあ、フレッシュなもので、漫画に関してはね、多分ね今年じゃないんですよ、まあ、去年とか、もしかすると去年とか一昨年とかに出ているものかもしれないんですけれども、まあ、今年僕が初めて知って読んだっていうことで紹介させていただこうと思います。でまずね最初に映画の方からご紹介していこうと思います。最初の映画はねガンダム映画で閃光のハサウェイです。これね、あのもう各所ですでに話題になっていた映画で、あの僕はね決してこうガンダムオタク、ガンダムマニアっていうわけではないんですけれども、まあただまあ世代的にこの辺のこうガンダムネタとかっていうのはあの避けては通れないっていうところもあって、まあ基本的なところはまあ抑えているっていう感じで、で僕もそのガンダム作品の中ではやっぱり映画のこう逆襲のシャート、あとはポケットの中の戦争っていうね、ポケ戦っていうのが一番こう好きな作品で、まあ、閃光のハサウェイっていうのはその逆襲のシャアのこう、まあ、続編っていうことで、まあ、気になってはいたんですけれども、まあ、ここのところあんまりこうガンダムっていうのを追っかけることもなくなっていたっていうこともあって、まあ、あの公開された後も話題になっているのねぐらいのものだったんですけれども、あの先に見た友人がこれをめちゃくちゃ褒めていて、で会った時にねあのブルーレイをね貸してくれたんですね。でそれで見たんですね僕。なのでこう劇場では見ていないんだけれども、まあ、円盤で見たっていう形で、これがね予想以上に面白かったというか、あの何が面白かったって、この閃光のハサウェイってねすごくねこうリアリティラインの作り方っていうのがうまいんですよ。でガンダムって、まあ、よくそのガンダムと果たして SF なのかみたいな論争っていうのは未だにあるぐらい、リアリティラインっていうのは結構こう特徴的な作品で、一応こう物語としてはこう今我々が住んでいるこの世界の近未来を描いているものなんだけれども、
なんだけれどもちょっと変なところっていうのもあって、例えば、宇宙空間でこう巨大ロボットっていうのがバンバンこう銃撃戦をするわけなんだけれども、その時にこう火花散ったりするわけですよ。これって我々のこうリアリティラインからするとおかしいわけですよ。宇宙空間にはこう酸素とかないはずなんだから引火するはずないんで、本来そういう仮にこう銃撃戦があったとしてもこう爆発とか火花とかっていうのは散らないものなんだけれども、ガンダムはそれがあるということで、これに関してはこうガンダムの世界ではちゃんとこう理由っていうのも設けられているんですけれども、実際の僕らが持っている実生活上のリアリティラインとガンダム世界のリアリティラインっていうのがなかなかこう一元さんお断りみたいなところっていうのがあって、入りづらい。しかもそれがこうアニメみたいな形で長い時間をかけてこう慣れさせていくっていうものじゃなくて、単発の映画とかっていう風になると特にその違和感みたいなのっていうのがはっきりと出ちゃうっていうところがあって、ガンダム映画とかってなかなかこう一般受けしづらいところがあったんですけれども、この閃光のハサウェイってね、その点のこうリアリティラインの作り方っていうのがめちゃくちゃうまかったというか、もうすごくね実写的なんですよ。カメラの視点とかっていうのもそんな動いたりしないで、こういわゆるこうステディショットみたいな感じでね、まるでこう三脚に置いたこうカメラで撮っているような映像っていうのは結構たくさん続いたりだとか、ちゃんとこうシーケンスの代わりにはねエスタブショットって言われるこう街のね前景を映したような映像とかっていうのもちゃんとあったり、その辺すごくね実写テイストなんですよ。ちゃんとね映画の中にはそのガンダム巨大ロボットの戦闘シーンっていうのもあるんだけれども、それをね見なければガンダムっていう風に気づかないような世界観なんですね。でしかもそのロボット同士のこう巨大ロボットの戦いっていうのもそんなになんかこうはちゃめちゃっていうわけではなくて、ありそうだなと思わせるぐらいの微妙なねリアリティラインをついてきていて、この辺ね結構ちゃんと大人の鑑賞にも耐えられるガンダム映画だったっていうことで、これまだ次回作っていうのもあるんで、それも楽しみにしたいなというふうに思っていて、この主人公のハサウェイっていうのはね、こう逆襲のシャアなんかでは結構物語をこう引っかき回すようなキャラクターだったんですけれども、それが今回もかなりこう大人になって帰ってきてるっていうことでね、なのでもちろんその逆襲のシャアを見ておいた方が分かりやすいんだけれども、見ていなくても結構ちゃんと一元さんでも入っていけそうなガンダム映画ということで、次回作はねちゃんと劇場行って見てこようかなと思う映画で、これ本当におすすめでした。はい。で次の映画なんですけれども、でこれはねジャスティスリーグスナイダーカットバージョンということで、ジャスティスリーグっていうと、DC 映画っていうことで、マーベルのアベンジャーズに相当するようなバットマンが出て、スーパーマンが出て、ワンダーウーマンが出て、アクアマンが出てみたいな DC ヒーローっていうのが一堂に会する映画で、これはもうすでに何年か前に映画化されていたんですけれども、それの再編集版みたいな感じなんですね。この元々このジャスティスリーグであったりこう DC 映画っていうのは中心にこうザック・スナイダーっていう映画監督がいたんですけれども、でこのジャスティスリーグっていうのも本来はこうザック・スナイダーが監督する予定だったのが、実際にそれを制作している最中に彼の身内にね不幸が起こったっていうこともあって、彼が監督を降板して、マーベル映画なんかでも実績があったジョス・ウィードンっていうのを引っ張ってきて、一応はジャスティスリーグっていうのもすでに公開されていた状況なんですけれども、僕はマーベル映画よりも DC 映画の方が好きだったタイプで、それはザック・スナイダーの描く DC 映画が好きだったから、DC 映画が好きみたいなところがあったのが、彼が降りちゃったことによってそのテイストっていうのがもう一気になくなっちゃってですね、妙にこうポップでこうテンポのいい映画になってしまったんですね、このジャスティスリーグっていうのが。でもそれはこうザック・スナイダーの良さとはこう全く違うもので、ザック・スナイダーの映画っていうのはもう基本的にもうどんよりとしていて、映像っていうのも暗くて、そういったこうスタイルだったのがもう全然違うものが出てきちゃったもんで、すごくがっかりしたんですね。でそういうこともあって、こう世界中のファンがこのジャスティスリーグちゃんとこうザック・スナイダー版のジャスティスリーグも出してくれっていう風な声っていうのがずっとあって、それに応える形でジャスティスリーグのザック・スナイダー版ザック・スナイダーカットっていうのは今年、発表されたわけなんですけれども、めちゃくちゃ長い映画だったんですけれども、やっぱりこれが見たかったんだっていう形でね、この DC 映画ってね本来はこうマーベルの対抗シリーズみたいな感じで、当初はそこそこ頑張っていたんですけれども、やっぱりこのジャスティスリーグがねこけちゃったあたりで、マーベルの対抗馬にはならないよねみたいな感じになっちゃったんですけれども、やっぱりタイミングでこのザック・スナイダーカットっていうのが出ていればね、だいぶ雰囲気が変わっていたんじゃないかって思えるぐらい、やっぱりねマーベルとは全然こう毛色の違う映画で、そこがやっぱりねこの DC 映画のいいところで、ジョス・ウィードン版のジャスティスリーグっていうのはね何が問題だったかって、それぞれのキャラクターに、ね、見せ場っていうのが中途半端だったんですよ。
もう全員中途半端。でもこのねザックスナイダー版はね他のキャラクターにもちゃんとこうね見せ場っていうのがあって、であとやっぱりね映像っていうのはこうザックスナイダーらしいルックになっていて、これがね見たかったっていうことでね、これ本当におすすめです。まだ見てない方ぜひザックスナイダーカットね、ジャスティスリーグおすすめです。はい。で、3つ目の映画なんですけれども、これはねちょっとこのチャンネルでも一時言及したことがある映画で、デューン砂の惑星ですね。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作品ということで、これあの劇場でこう2回見て、日本では大こけしたみたいなんですけれども、いやいやこれはやっぱり大作映画としてめちゃくちゃ面白かったですね。残念なことにちょっと IMAX で見る機会っていうのがなくて、あの通常のスクリーンで2回見ただけなんですけれども、それでもやっぱりでかいスクリーンで見るに限るなというふうな映画で、ただねやっぱりこの映画の結構一元さんお断りみたいなところっていうのがあって、で特に原作小説も読んでいなくて映画のこう字幕版で見たような人っていうのは多分ね物語の世界観っていうのが完全に把握することってできなかったと思うんですよ。まあ、あのそもそもの原作小説っていうのも結構古典 SF っていうこともあって、若い人たちにはねそんなに広く知られていないだろうものなんで、ただやっぱり映像もすごかったですし、ちゃんとこう原作を読んでいるファンにもあの納得満足できるようなストーリー展開ということで、これ当初はちょっとコケ気味だったっていうこともあって、こう次回作が作られないんじゃないかっていうふうな噂も出たんですけれども、でもあのちゃんとワーナーは次回作も作るっていう話なんで、いわゆるこう超大作 SF 映画としてね年末年始見るのに本当にぴったりの映画だと思うんで、ぜひご覧になってください。で4つ目最後の映画なんですけれども、これねつい先日こう劇場で見てきた映画で、これ日本映画なんですけれども、これドライブマイカーっていう映画で、あのもうこれ今あの海外の映画賞なんかでは結構日本映画なのに作品賞だとか脚本賞っていうのもバンバン取っていて、まあそれこそあの来年のアカデミー賞なんかでもあの話題になるような映画だと思うんですけれども、これ原作はあの村上春樹の小説なんですね。これまでこう村上春樹原作映画っていうとノルウェーの森とか、あとイチャードン監督のバーニングっていう映画もあって、こっちのねあのノルウェーの森に関してはなんかもうよくわかんない映画でしたけれども、このバーニングはねすごく面白い映画だったんですよ、イチャードン監督の。でこのドライブマイカーっていうのはあの主演は西島秀俊さんということで、日本のキャストとスタッフで作られた、まあ、村上春樹映画っていうことで、なんかこう村上春樹映画ってこうイメージとしてはなんかこういわゆるこうメタファーとかね象徴的なシーンっていうのがいっぱいあって、なんかこう考える映画なんだろうなっていうふうに思っていたんですけれども、このドライブマイカーねめちゃくちゃよくできていた映画で、でまずねこう脚本が素晴らしいっていうところで、村上春樹の小説とかってなんかその辺のオチの部分が弱いみたいな印象っていうのがあると思うんですけれども、これはねちゃんとね映画としてその辺こうあのふんわりとした着地点ではなくて、あのまあ分かりやすいっていうわけではないんですけれども、でもあの見ていて混乱するような映画ではなくて、まあ、しっかりとした構造の映画になっていて、であとねもう一つねこの映画見ていてやっぱり映像っていうのがすごい綺麗でした。で特にこれドライブマイカーっていうタイトルの通り車のシーンとかっていうのは結構多いんですけれども、その映像っていうのはめちゃくちゃ綺麗だったし、車以外でもそういうこう無機質なものね、あの飛行機であったりだとか、あと工場だとか、その辺のね撮り方っていうのがめちゃくちゃうまくて、このドライブマイカーって公開っていうのはだいぶ前だったんですけれども、またこの今あの海外なんかでいろいろと賞を取っているっていうこともあって、いくつかの映画館で上映再開していて、まあ僕もそれで初めて見たんですけれども、これがね本当に面白くて、なんだったらね今年見た映画の中では個人的にまあ一番直近で見たっていうのもあるんだけれども一番心に残る映画だったかなというふうに思います。でここまでが映画っていうことで、ここからねちょっと急いで小説と漫画の紹介っていうのをしていこうと思います。小説に関してはね今年ねあんまりね読めなかったんですよ。まあ短編小説は結構いくつか読んでるんですけれども、長編小説に関して言うと読み通せたものっていうのも3つか4つぐらいだったんですけれども、その中でも特にこう2つの小説っていうのが個人的にこうめちゃくちゃハマったというか素晴らしい小説だったんで、そちらの方を紹介しようと思っていて、まず最初に琥珀の夏っていう小説なんですね。でこの小説のあらすじっていうのを紹介するという、これもあの実際にもあのネタバレにならないように公式で公開されているものなんですけれども、かつてカルトと批判された未来学校の敷地から発見された子供の白骨死体、弁護士のノリコは遺体が自分の知る少女のものではないかと胸騒ぎを覚える。小学生の頃に参加した未来の学校の夏合宿、そこには自主性を育てるために親と離れて共同生活を送る子供たちがいて、学校ではうまくやれないノリコも合宿ではずっと友達と言ってくれる少女と出会えたものだった。もしあの子が死んでいたのだとしたら、3
30年前の記憶の扉が開き、幼い日の友情と罪が溢れ出すということで、まあ、これ主人公は40歳僕と同い年ぐらいの、まあ、弁護士で、その彼女がかつてその自分が少女時代に夏合宿の思い出っていうのが、その発見された白骨死体とつながりがあるんじゃないかっていうので、過去の事件や過去の記憶っていうのを紐解いていくっていうストーリーなんですけれども、これがね、個人的にめちゃくちゃ響いた理由っていうのは、これ物語の舞台っていうのが、まあ、ほぼほぼ僕と同年代なんですよ。実はね、僕もね、小学校ぐらいの時に夏合宿みたいなのっていうのは夏休みにね行ったことがあるんですよ。でそれって今思い返すとすごく不思議な夏合宿で、多分ね、いわゆるこうちょっとした宗教とかっていうのが絡んでいたと思うんですよ。でそれなんかこう湖の湖畔でこうみんなでキャンプ張るみたいな夏合宿だったんだけれども、なんか朝起きるとみんなで変な歌歌ったりだとか、夜になるとなんか大人たちの変なダンスを見せられるみたいな感じで、それこそ当時ってこうオウム事件とかの前の話なんで、そういったのが結構ね、いろんなところに入り込んでいた時代なんですよ。この小説読んで不思議だなと思ったのは、そういう記憶っていうのをこの小説を読んで思い出したんですよ。小学校の夏休みにそういったこう宗教っぽいこうなんかこう夏合宿とかに参加していたっていうのは結構体験としてビビッドなものじゃないですか。なんだけれども不思議とそういうのって忘れているものなんですよね。でこれって多分子どものこう防衛本能みたいなのが働いていて、子どもながらにこれってなんかちょっと変だなと思ったことっていうのは、なんかこうあまりこう思い出さないようにするような、そういったこうなんかこう防衛本能みたいなのが多分あるんですよ。それ以外のこうどうでもいいね、少年時代の思い出とかっていうのはいくらでも思い出せるのに、そういったなんかこう得意な思い出ほど思い出さなくなるっていう、なんかこうちょっとこう子供心の不思議なポイントっていうのが、そういった部分っていうのもこの琥珀の夏ではね描かれていて、特にこう80年代とか90年代前半のまだこうバブルっていうのが残っていて、でなおかつオウムだとか、それこそ阪神大震災だとか、それを経験する前の時代の空気感っていうのを覚えてらっしゃる方っていうのは、ぜひねこれ読んでみてもらいたいというか、本当ね長い小説ではあるんだけれども、一回ね物語に入り始めるともう止まんなくなる系の小説 でこれって、まあ、ストーリーからも分かるようなミステリーっていうこともあって、決してね読んでいて楽しい小説ではないんだけれども、それでもページをくる手が止められなくなって、で最後にはね本当ねめっちゃ感動する小説なんで、これはね長い小説なんだけれども一気に読める小説っていうことで、年末年始の時間を使って読むにはちょうどいい長編ミステリーじゃないのかなというふうに思います。こちらね気になる方ぜひ辻村瑞希さんの琥珀の夏、これおすすめです。はい、もう一個小説おすすめなのは、これはね琥珀の夏を読む前に読んでいた小説なんですけれども、これも結構待望の小説というか、まあ、ずっとこう楽しみにしていたもので、これ和尾石黒のクララとお日様っていう小説なんですね。和尾石黒は、まあ、日系人でノーベル賞も受賞された作家ということで、まあ、今多分新作小説っていうのが一番心待ちにされている作家の一人だと思うんです。この小説はすごく和尾石黒らしい小説というか、和尾石黒の小説って物語の語り手っていうのがなかなかこう信頼できないっていう特徴があって、それこそ例えば私を話さないでっていうね小説ありましたけれども、漫画でいうところの約束のネバーランドの元ネタですか、それなんかにこうつながるような、まあ、近未来 SF 小説みたいな感じなんですね。このクララとお日様っていうのは、この小説っていうのは物語の語り手っていうのがロボットなんですよ。ロボットのクララっていうんですね。でこのクララっていうのはアーティフィシャルフレンドっていう人工親友っていう、まあ、ロボットで、これまあどういうことかっていうと、人間の子供の親友になるために作られた人工知能ロボットなんですね。ある病弱な人間の女の子の親友になるために飼われたロボットなんです。で彼女の視点から物語っていうのが語られるっていうことで、その少女との関係を通してこう自分はこう親友なんだっていう、親友であることっていうのが自分の存在意義なんだっていうことを理解した上で、最高の親友になるためにひたすら尽くしていくっていう、そのロボットっていうのがその物語の語り手っていう、いわゆるこう和尾石黒的なね、それこそまあ日の名残っていう小説もありましたけれども、まあ、そういう形で語り手が話している言葉っていうのをどこまでこう信用していいのかっていうのがちょっとなかなかよくわからないっていう仕組みになっていて、ただこれっていわゆるその浦沢直樹のプルート的なね、ロボットが感情を持ったらどうしますかとかっていうレベルの、いわゆるよくある AI 論争だとかとは全くこう違っていて、ロボットの目を通して見た
人間の姿を描いているもので、これが僕たち人間から見ている人間の姿とロボットから見た人間の姿っていうのがやっぱりこう違って見えるというか、もちろんこう人間のそのわがままだとか身勝手だとか、そういったものもあれば、それ以外のこう美しさっていうのも、これまでのちょっと語り方とはちょっと違った形で描かれていて、でこの小説っていうのはこう結構最後がね印象的で、最後のシーンっていうのをどう受け取るのかっていうので、その人のこう人生観とかっていうのが出るのかなというふうに思える小説で、個人的にこのクララとお日様と琥珀の夏、この2作の小説っていうのが、この2作を読めたから大満足かなっていうぐらい、2つともねすごくおすすめで、で同時にね、なんかこう読後感っていうのも結構この2つっていうのは似ていて、そういうことでね、このクララとお日様っていうのもおすすめしたいかなというふうに思います。で最後ね、これ漫画なんです。今年はあまりこう新しい漫画っていうのを開拓することはなかったんですけれども、今年初めに知ったね漫画でね、バーナード・ジョー曰くっていう漫画があって、結構ねそれにハマったんですよ。でこのバーナード・ジョー曰くっていう漫画は鹿川祐希先生っていう方が書かれている漫画で、この方の漫画っていうのを結構今年はいろいろ読んで、で特にこのバーナード・ジョー曰くっていう漫画と、あと銀河の知らない子供たちっていう漫画がまあ印象的で、この2作っていうのが今年の2021年の漫画ベスト作品なんですけれども、テイストとしてはねギャグなんですよ。ギャグ漫画なんですよ。でバーナード・ジョー曰くっていうのは読書あるあるとかが出てくるギャグ漫画なんですね。まあ、なんだけれども、読書を通してこの図書館内のこう人間関係っていうのが結構こう濃密に描かれていて、つい先日もね第6巻最新巻が出たんですけれども、これもね結構主人公の町田沢子ともう一人こう SF 好きの女の子がいるんですけれども、その関係性とかっていうのが読んでいて本当に尊いものでね。でもう一本のこう銀河の知らない子供たちへっていうのもギャグテイストなんですけれども、こっちはね SF なんですよ。未来の地球に残された死ねない家族、死ぬことがない不老不死の家族を描いた上下巻の短い漫画なんですけれどもね、これがね個人的に結構バーナード・ジョー曰くとセットに心に残っている漫画で、まあ、本当にサクッと読めるものなんでね、こちらも気になる方はねぜひチェックしてみてください。ということで、思いのほかこう時間かかってしまって、まあ、2021年僕が個人的におすすめのエンタメ作品っていうのは、映画でいうと「お線香のハサウェイ」、それから「ジャスティスリーグ」のザック・スナイダーカットで「デューン砂の惑星」に「ドライブ・マイ・カー」で、小説に関しては「琥珀の夏」「クララとお日様」で、漫画はね、バーナード・ジョー曰くと銀河の知らない子供たちへ、この8つをお勧めしたいなというふうに思います。はい。というわけで、まあ、2021年も残すとこあとわずかですけれども、まあ、こんな感じでね、来年も動画更新していこうと思いますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、良いお年をお迎えください。おもかげでした。